賃貸探しをする内見女子めぐみです。中目黒ってなんかセンスいい印象ありますよね。一回は住んでみたいですね。ということで今日は中目黒の物件を内見したいと思います。今回もお世話になる不動産屋さんはアイミリーさんです。物件を探すなどご協力いただきました。ありがとうございました。おはようございます。今日はよろしくお願いします。本日はどのような物件をお探しでしょうか。中目黒で物件を探してて、いい物件があれば紹介していただきたいです。間取りとか、あと条件面でなんか大事にしてることとかありますでしょうか。あんまり高くない方が嬉しいんですけど、女の子の一人暮らしで良さそうなところがあれば紹介していただきたいです。中目黒なんですけど、すごい人気の場所になってますので。そうですね、はい、そうなんですよ。家賃の相場もかなり高くなっておりまして、はい、ワンルームだと大体9万から11万とか、それぐらいの価格になってきますね。大学生とか新社会人が住むってなると、はい、やっぱちょっと高いですね。それでは女性の一人暮らしをテーマにして物件をいくつか出していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの物件なんですけど、はい、おすすめのポイントが2点ありまして、宅配ボックスが付いてていいんですよ、はい、であともう一つは、まあ、あの交通の便ですよね。祐天寺から11分と、あと中目黒から14分ということで、こちらの間取りなんですけど、はい、ワンルームになってまして。ワンルーム、はい、いやでもこれだけ揃っててやっぱりちょっと高いですよね。やっぱり家賃は意外と安いですね。はい、それでは物件に向かってみましょう。今回はなんで中目黒にしたんですか。中目黒はやっぱりおしゃれなイメージがすごいあって、はいはいはい、昔から結構憧れてて、うん、あとはなんか、はい、芸能人がたくさん住んでる。そうですね、があって、まあはいはい、昔ねみたいなって思ってて、ここに選びました。中目黒なんですけど、はい、まあ、目黒川がそばに通っていまして、目黒川ってあのニュースとかでよく桜の満開みたいなニュースでよく出る、そうです、あの目黒川ですか、はいはい、そこもなんか桜の時期もいいですし、はい、イルミネーションの時期とかもすごい綺麗になっているので、イルミネーション今の時期ですね。あ、そうですね、はい、もやったりするんで、そういうところでも見どころがすごい多い街かなと思います。芸能人の方もすごく多いですね、そうなんですね、はい。今回の物件はこちらになりますので、はい、どうぞ。お邪魔します。広い、めちゃめちゃ建物長いですね。奥行きが、奥行きめっちゃある。25平米あるんで、はい、一人暮らしにはもう、ね、この部屋窓も2つあるんですね。そうですね、角部屋になってるんで、はいはい、こっちが北向きで、こっちが、はい、で、こっちが西向きになってまして、北側って本来暗くなるので、あんまりお客さん喜ぶ人も少なかったりするんですけど、はい、ただ今回この西からも日差しが入ってくるんで、まあ、だから夕方とかからですね、比較的明るくなると思います。あ、なるほど。お休みの日とか、昼まで寝たみたいな感じなので、ちょうど、朝日で起きちゃうみたいな感じなので、はいはいはい、通りに面している物件なんですけど、はい、こちらも住宅寄りの方になっているので、そのとかはもうほぼ気にならないかと思って。あ、じゃあ窓とか開けっぱなしとかにしててもそんなに音気にならない。音はそうですね、はい、気にならないと思います。そうですね、やっぱりなんか夏とかは夕方ぐらい開けたくなる時とかもありますし、そうですね、窓開けられるのはすごい結構好印象。私ちょっとコンセントの位置がちょっと気になるので、ちょっと探してみてもいいですか。どこにコンセントの位置をチェック。入り口のところと、あそこにもありますね。こっちがテレビ、ここにテレビを置くんで、はい、収納の前の一つだから全部で1,2,3,4 箇所ですか。結構ありますね。そうですね、作業スペースが広いですね。広いんで料理もしっかりできるんじゃないかな。まな板もちゃんと置いて、はい、スペースもあって、で、IH なんで、
機能を扱っても安全面では結構いいんじゃないかなと思います。で、IH だとメリットがあって、はい、あの掃除がまずすごい楽だっていうのと、まあ、あともう最近のも IH だとその火力が以前はその弱いっていうので気にされるお客さんも多かったんですけど、確かになんかそういう話は聞いたことある。うん、今でいうと、まあ、揚げ物とかも揚げられたりとか、すごい温度も高く調整できるので、これ温度ですか？あ、そうです、ね、200度まで上がる、はい、じゃあ全然被害もなさそうですね、はい、下のスペースが冷蔵庫を入れるスペースになってまして、はい、で結構まあサイズがコンパクトになるんですけど、はい、逆にこれで収めてやるスペースをよく広く使うことができるので、そうですね、はい、他のところいろいろ物を置きたいので、うん、ここに入っちゃうのは、はい、そうです、スーパー結構近かったですね、結構近かったですね、買い物していただければ、はい、そこは大丈夫かなと思います。そうですね、はい、でここは収納スペースですね、ここにフックあるからなんかいろいろ買ってみそうですね、うん、ここは一般的なユニットバスって感じですか？はい、そうですね、綺麗に掃除されていて、はい、状態もいいかと思います。はい、ちょっとお風呂チェックしたいんで入ってみてもいいですか？はい、どうぞ。あ、落ち着く。あ、もう十分な広さでもう、でもめっちゃ落ち着きますね、これ。今回の物件はいかがでした？そうですね、今回の物件で一番お気に入りのポイントがオートロックもついてて、はい、一人で住むには安心かなって思いました。はい、今回のお部屋の家賃は8万7千円でした。イエーイ。こんだけスーパーが近くていい立地なのにこの値段って本当にお得ですよね。新しい物件見るのって本当に楽しいですね。バイバーイ。